はい、どうもコミです。さて、本日はですね、こちら、DH コンプリータさんから動画をお届けしていきたいというふうに思います。で、今日のテーマはですね、ドラゴンライダーのお話ではあるんですが、今までと違って、これ強いぞっていうお話ではちょっとございません。ドラゴンライダー、実は意外な脆さがやっぱりあって、そこをよく気をつけながらやらないと、どえらいことになってしまうということで、実際ね、僕も結構どえらい目に遭ってるんですよ。なんだかんだ言って。遭ってるので、本当にね、皆さんにもそうなってほしくないという思いでこの動画撮っております。で、今回ですね、見てもらいたい、アタック合計、3本あるんですけども、まず1本目は、こちらですね。うまくいっているパターンからちょっと入っていきたいなというふうに思うんですけども、これ、ギュルタンさんのアタックですね。で、こちらに関しては、ドラゴンライダーのもうね、なんていうのかな、仕事がものすごいわかりやすく出てるっていうか、これぞやっぱりドラゴンライダーだよねって言えるような仕事からの全開になってます。どういうことかというとですね、この中央部分のマルチインフェルのこの辺、こういうところってすごくアプローチしにくいですよね。これね、ドラゴンライダーがすごい仕事するんですね。ぜひ見ていてほしいと思うんですけども、上方面、タウンホール側ですね、ここ、相手の防衛軍出てこないので、キングとアーチャークイーンで破壊を狙っていきます。で、残ったところに、これ結構広いですよね。面でドバーッとこの辺からこの辺まで、ドラゴンライダーを、出していっているんですけども、このね、ドラゴンライダーたちっていうのが、キングちょっと無視しますね。タウンホールは壊せそうっていうことを見ておいてください。こんな感じ。どんどん、防衛施設に幅広くこう散らばっていくんですよね。で、中心部分のマルチインフェルノ、これをドラゴンライダー2体がこう壊してくれて、野戦も壊してくれて、なんなら、投石も1個壊してくれたっていう感じ。この仕事がね、結構でかいんですよ、マジで。で、ドラゴンたちがこう外傷に行っちゃいましたよね。行っちゃった理由っていうのは、この辺に施設があるので、エアスイーパーがこういう風に吹いていたもんだから、吹かれてこっちの外周の方をこう、タゲ取り始めちゃったわけですよ。ドラゴンライダーって、施設の中でも防衛しかタゲ取らないんで、多少吹かれても防衛の方にこう行こうとするんですね。で、村の真ん中の方ってやっぱり防衛が、こう、残ってるじゃないわ。ちゃんと多めに配置されている、特徴が村ってあるので、外側にこうストレージが多めですよね。村の中心部分には防衛が多め。なので、ドラゴンライダーがちゃんと、村の中心から外れずに中にこう入っていってくれた。っていうところがね、今回のこのドラゴンライダーの村の中心部分を破壊できた大きな要素なのかなと思ってこれ見ていました。で、これね、ドラゴンラッシュでこれやっちゃうと、多分全開いかないと思うんですね。思いっきりここが残っちゃうんで、ひたすらもうエアスに吹かれまくっちゃったドラゴンたちがぐるーっと今こうね、回ってきてますけども、回った挙句最後まで行くってなっても、結構、ダメージ食らっちゃって最後マルチにやられちゃうとかね、いうケースはもう多々あると思います。けど、そうさせないためのドラゴンライダーっていうのが、めちゃくちゃこれね、いい感じで機能したのがこのアタックなのかなと思います。すごいっすよね。こんだけ幅広く面を作って出しても、ドラゴンライダーがちゃんと中心部分まで入ってくれるし、なんなら、もう時間的にも2分切っちゃってるっていうね、このスピーディーな旋回は本当にお見事だなという感じですね。ドラゴン2体外周部分に出して、中心部分にメインドラゴンです。で、ドラゴンライダーかなり幅広く散らしています。グランドウォーデンのエナジーサークルの中に入ってないドラゴンライダーいっぱいいますけども、こいつらも含めて、前進していくという感じですね。で、この辺の部分から、はい、エアスイーパーが吹き始めます。ドラゴンたちをこう押し戻しますね。ドラゴンライダーが少し中心部分で、こう、クロスボウに作業を取っていて、で、中心部分に向かっていくという感じですね。ドラゴンたちっていうのはどんどん外周も災害層に流されてますよね。けど、このドラゴンライダー今また、このイーグル砲に戻って少し内側に入っていきましたよね。こんな感じで。で、内側のクロスボウとかを、ドラゴン1体と一緒にこうね、殴っていってくれる。で、この対空のクロスボウとか、あとは、対空砲とか。この辺っていうのが、もしもこのドラゴンライダーいなかったら、下手すると残っちゃって、思いっきり外周ドラゴンボコボコにしちゃったっていうゲームも十分考えられると思うんですね。っていう感じで、中の防衛をドラゴンライダーやっぱ狙ってくれやすいんで、エアスイーパーによって、ドラゴンがみんな外にこう、押し出されても、ちゃんと中の方で仕事をしてくれる。こういうとこがやっぱ強みですよね。で、おまけにここもそう。マルチインフェルノ3本目ですね。ドラゴンライダーが、ドラゴンが合流してきたものの、きちんとターゲットを取って殴っていったっていうところですね。こういうやっぱりそのばらけ方が、いい感じのばらけ方ができるっていうのが、このドラゴンライダーの強みでもあって、ソアのディガホグって言われるゆえんかなっていう気もしますね。
本当にやっぱディカホグを使ってたあの自分の立場からあのこれ見るとかなりそのユニットのドラゴンとドラゴンライダーのその動き分かれっていうのかながディガホグにやっぱ似ていて安心感があるんですよね。あの防衛をちゃんとドラゴンライダーが狙ってくれるからその大事故も当然起きにくいしっていうところで、強いんですけども、さて、本日はねあのさっきも言ったようにこの強いですよねっていう話を、したいだけではないんですね。ちょっと見ておかねばいけない状況っていうのがあります。で本当はね失敗アタックがあったらあの失敗アタックの方を取り上げたかったんですけども、今回 TH コンプリーターさんあのドラゴンライダー結構みんな成功ばっかりしちゃってたので失敗アタックをね見てもらうものがありませんでした。はい、こちらですね、タクさんのアタックなんですけども、見てほしいのはこのロイヤルチャンピオンの仕事をちょっと見ていてほしいなというふうに思います。で今回のは成功になっているんですけども、本当あわやですね。で実際に僕もそうですし、この前の動画かな、ちょっと前の動画だと思うんですけども、上げた、ライトニングドラゴンとドラゴンライダーの組み合わせの、お話をした時も言ったかもしれませんが、ドラゴンライダーってとにかくヒーローに弱いんですね。でこのヒーロー と、もう本当にガチンコで向かい合っちゃうともうどうにもならないっていうところがあって、ドラゴンとはぐれちゃったりなんかして、相手のヒーローがいるゾーンに突っ込んでいっちゃうともう本当にボコボコ にやられちゃうんですね。これ本当にマジボコボコです。で今回のタクさんのアタックも結構ねロイちゃんにこれやられてるんですね。でどんな風になった時にやられちゃうのかっていうところもちょっと見ておいていただきながら、それをどう回避するのかっていうところまでちょっとお話をしていけたらなというふうに思っています。でですねこれまずは、クイヒーでタウンホールを壊す。でそのまま相手の防衛もこれ釣っていきますね。非常に大きなアドバンテージを取っておきながら外周部分はキングを当てていきます。でこのキングで相手のアーチャークイーンをね倒していこうという狙いもありますね。ドラゴンライダーメインユニットの集団がここから出てきてこう下にこう流れていく感じですね。ボマーを3次方面から当てていってイーグル砲を壊すのでドラゴンのルートはこんな風に限定されるという格好になっています。でこれなんですけども、ここまでは非常にいいんですね。クイヒーによってカットを入れていきながら、キングで相手のアーチャークイーンをこれ撃破していきますね。さらにボマーで3次方面カットを入れながら、中心部分にもドラゴンライダーが集中している、もうドラドラライダーなのかな。で、うわ、めっちゃこれ、えらいいっぱい食らったけど、まあまあ、それでも、集中している数がいたんですけども、これロイちゃんがね、ほらほら、こんな感じ。ドラゴンライダー1体、2体、でさらにこちら側から来たドラゴンライダーバルーンにも襲いかかって、味方のロイヤルチャンピオンこれインビジ使ったんですが巨爆でもダメージが蓄積したもんでやられちゃったんですね。で3体目のドラゴンライダー倒しちゃいましたって感じ、こんなもんですね。でさらに4体目のドラゴンライダー、はい、ターゲットしてますね。早く来いという感じであーってなって4体目のドラゴンライダーこれも倒すみたいなロイちゃんどんだけ仕事すんだよお前、働きすぎだろってちょっと思っちゃうんですけどね。こんな感じでドラゴンライダーってマジで相手のヒーローとワンオンワンで勝ち合っちゃうととんでもなく弱いまあ弱いっていうかそもそもそうですよね。攻撃しないから殴られるしかないわけですよ。でこうなってこないようにドラゴンと混ぜていく必要があるわけなんですけども、ディガホグをねやるときに結構皆さんケアしてたと思うんですね、相手のヒーローって。だそういうケアが結構必要になってくるのかなと思っています。ディガホグが密集して当たる部分、例えばこういうところですね、このアーチャークイーンとかであればおそらくドラゴンライダーが密集したまま向かっていくんでアーチャークイーン倒せたと思うんですよ。でこれ最終盤にロイちゃんが残っちゃうとこれってもう余力で倒すしかないんですよね。で今みたいなパターンでドラゴンとかがまだ外周生き残っていてそいつらの余力で持っていけるっていう場合には、まあ、今のそのタクさんもしかしたらそういうプランニングでこれ言ったかもしれないんですけども、その余力に期待して押し切っていくっていうやり方は当然考えられると思いますけど、そうでない場合っていうのはある程度そのロイヤルチャンピオンを処理するための準備をしておく。さっきのその味方のロイちゃんそうですよね。この3時から出しましたけども、インビジ使ってこっち側からこう出していくとかいうね、方法を取るのも一手だと思うし、
ちゃんと相手のヒーローっていうのを、特にその最終盤に当たる位置に、ロイちゃんアーチャークイーンがいる場合、これの処理をちゃんと考えておかないと、ばらけてしまったドラゴンライダーがみんな落とされてしまって、最後ドラゴンたちが自利品になっていくっていうケースが起こり得るので、注意が必要かなというふうに思ったっていうのが、まあ、今回の動画の一番の肝のところですね。いや、これね、ほんとやられるんですよ。僕ももう何度もやられて、いやー、マジかよ、みたいなことはもうね、超いっぱい経験しました。なんでぜひね、同じ、苦しみを味わっている方、またはまだ味わってない方も、転ばぬ先の杖ということでね、この辺、リガホグを使っている方なら、ケアの仕方をなんとなくイメージがつくと思うんで、ぜひね、していってもらうといいのかなというふうに思います。で、もう一本ですね、まあ、いっそのことだったらこれでいいんじゃないのっていう攻めもありますね。アマシンさんのこのアタック見てほしいなというふうに思うんですけども、まあ、これはね、ちょっと、参考にもしかしたらならないレベルにプランニングが良すぎたかもしれないですけどね。対空砲がもう4つど真ん中に固まってるんで、ここ丸ごとライトニングで落としていっちゃうんですね。これはもうちょっとなんかドラゴンの強さうんぬん2弦の話かもしれないな。そんな気もなんとなくするかなっていう気がしますけど。で、今回のアマシンさん全部、ユニットがドラゴンなんですよね。まあ、ドラゴンライダーが上がってないから使ってないのかもしれないですけども、ドラゴンだけを使っても十分強いんですよ。対空砲を今回みたいに無力化してしまえば、だいぶ強い。まあ、つまり、ライトニングの呪文だけに頼らずとも、ロケットバルーンとかいますよね。ああいうのを使って、事前に対空砲を処理してしまってから、攻めを進めていくみたいな形。辿っていけるんであれば、全然通用するかなって思います。基本的にドラゴンライダーが強いのって、そのドラゴンがストレージなんかに足止めされていて、対空砲からバンバン撃たれるような場面っていうのを、ドラゴンライダーが1、2体いればそこで対空砲を壊してくれるんで、ダメージの量を軽減できるっていう、そこがまあ大きな強みかなというふうに思うんですけども、いっそのこと対空砲がまあなければいいし、まあ、仮にあっても2、3本はいつにか1、2本くらいなら、まあ、全然ドラゴンで押していけると思いますしね。まあ、こんな形でちょっとこれドラゴン出すタイミングがだいぶ遅かったなっていう気はします。バルーンが相当焼かれてますけども、もうこれでもやっぱりね、序盤の、対空砲を無視できてるメリットが大きいことと、この、相手のロイヤルチャンピオンですね、こいつと当たるタイミングで、全然ね、ドラゴンライダーが混ざってないんで、一瞬でもうドラゴンたちがロイちゃんに集まってきて、撃破するんですよね。で、こっから、投石タウンホールの角に入っていきますけども、これもね、投石とタウンホールがうまいこと、フリーズで止められてる、ダブルで止められてもでかいですよね。で、爆破の瞬間ぐらいを狙ってトームを使うことによって、ポイズン効果もほとんど無効化していってますね。で、こうなってくるともう無双で、ドラゴンのやっぱね、体力と攻撃力がちょっと上がった、このレベル1の部分の上昇率っていうのは、かなり大きなやっぱアドバンテージになってくるんですよね。最終的にはもうフリーズでマルチインフェルノを潰していって、こんな感じで全開を持っていくっていう感じですね。あ、シングルインフェルノか、これ。いやー、でもこれね、まあ、中心部分のやっぱりライトニングでも勝負ありっていう、まあ、マジでそのプランニング勝ちなところは、まあ、否めないですけども、やっぱりドラゴンの残り方もえげつないですよね。だから、ちゃんと苦手な耐久砲とかをケアできて、きちんとこう束で動くことができさえすれば、別にドラゴンライダー入れなくても強いんだよっていうのが、まあ、今回のこのアマシンさんの攻めで、まあ、僕がちょっと間接的に思っていたかった一つのことなんですけども。なんで、まあ、そういうふうに、無理して最終盤の、アーチャークイーンとかロイヤルチャンピオンなんかを処理する方法を考えて、少しね、プランをこう難しくするぐらいであれば、いっそのこと全部ドラゴンにしたりとか、ドラゴンライダーも本当に2、3体とか1、2体ぐらいにしておいて、ドラゴンメインにしていくっていうパターンも全然ありだと思います。そうすると、最後のところのヒーローっていうのも安定すると思うし、ドラゴンライダーがいないことによる少しのこう不安っていうのは、ちょっとこれまたね、別の動画を出そうかなと思ってるんですけども、裏から、ロケットバルーンを入れていくっていう方法はすごくいいと思います。タウンホール9とかやってた方は、お馴染みだと思うんですけども、裏バルってやつですね。裏からバルーンを入れていった時に、今やっぱり、そのバルーンのその速度が遅いせいでどんどん落とされちゃうんですけども、ロケットバルーンだったら一気に突っ込んでいって防衛にちゃんと届くんで、裏バルっていうのを上手に使うことによって、ドラゴンライダー少なめにしても、安定したその攻め方っていうのができるようになるかなっていうのがちょっとね、最近思えてきてるところ。またこれお話したいと思いますが、いずれにせよ、相手のヒーローには気をつけましょう。本当ドラゴンライダーマジでヒーローには弱いので、まあ、相性最悪ですからね。
僕もそうですけども、皆さんも涙雨にならないようなプランニングをね、事前にできるように、ヒントになればということで、今回の動画お届けさせていただきました。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうか。私のチャンネルなんですけども、クラン対戦の解説の動画中心に扱っております。3ホール12から14までこう幅広くね、扱っておりますので、これいいなというふうに思ったら、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。